筆記具専門店キングダムノートの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。キングダムノートスタッフの長富と金子です。本日はフランスのゲームメーカーギガミック社から発売されているボードゲームクワルトをご紹介したいと思います。で、このクワルトの目的なんですけども、4つの要素を持った、コマをですね、並べていって、このように、縦か、横か斜めで、1列に揃うと、まあ、4つ目の駒を置いた人が、クワルトと宣言して、勝利を手にすることができます。うん、で、まあ、今4つの要素というふうに、お話ししたんですけども、はい、実はこの、クワルトの駒ですね、まあ、全部で 4×4 で16個の、駒があるんですけども、全て、違う特徴を持った駒になっています。で、この駒をですね、4つの特徴にこう分類することができるんですね。で、まず1つ目、こちらが色の違いですね。まあ、見ていただくと分かると思うんですけども、このように、色の明るい駒と、色の暗い駒にまず分けていくことができます。で、続いて形の違いですね。このように、丸いコマと、四角いコマ、この違いもあります。で、3つ目の特徴が、背の高さの違いですね。背の高いコマと、背の低いコマ、このように背の高さが違っています。これが3つ目の特徴ですね。で、最後4つ目の特徴が、穴のありなしの違いになってきます。これが、こちらは穴の開いてない駒ですね。それに対して、まあ、同じ色、同じ背の高さ、同じ形でも、穴の開いている駒があります。はい、まず、色の違い、そして、形の違い、そして、背の高さの違い、そして、穴のありなしの違い、この4つの、要素を用いて、順番にこう出していって、で同じ要素が、4つ1列に並ぶと、クワルトと宣言して勝利することができます。なかなかお話ししているだけだと難しいと思うんですけども、まあ、例えば、最初出した出し方だと、白い色の明るいコマが、4つ並んでいるので、これで条件成立ですね。で、例えばそうではなくて、今度は色はバラバラなんですけども、全部背の低い駒が並んでいるので、これでも条件成立になります。で、他にも、はい、今度はまた、背の高さも色もバラバラなんですけども、全部四角い形の駒が並んでいるので、これも条件成立になります。で、最後、こういう感じですね。これも形も色も高さもバラバラなんですけども、全部穴の開いた駒が4つ並んでいるので、これも条件成立になります。なので、いろんな4つの条件がある、その全ての条件をこう考えながら、一列作っていくのが難しいゲームですね。はい、で、それだけではなくて、はい、実はこのゲーム、まあ、最大の特徴とも言うべきルールが、もう一つあります。それがですね、実は自分の出す駒は自分で選べないというルールなんですね。はい、はい、
なので、最初、例えば私が先行でゲームを始めたとすると、まず一番最初ですね、私は、金子さんから、駒を受け取ります、はい、このような感じですね、はい、つまり、自分では選べずに、相手のプレイヤーが駒を選んで、自分が置く場所を決めるというゲームの進め方になります。なので今金子さんから受け取って私長富が駒を置いたので次は私長富から金子さんに駒を渡して金子さんに駒を置いてもらいます。なので相手に置いてほしくない駒もしくは自分がここに置いてほしいなっていう駒をこう相手に渡しながらゲームを進んでいってという感じですね。で例えばここで今、四角いかつ、穴の開いた駒が3つ並んで、まあ、2つの条件が、ここでリーチになっている状態なので私は、まあ、四角い駒だったり、穴の開いた駒は、渡さないようにしないといけません。なので次私が渡す時は、そのどちらの条件にも当てはまらない駒を、今度は金子さんに渡して相手の、条件成立をこう阻止していくというようなゲームの進め方になっていきます、はい、で最後ですね、条件が、まあ、4つ並んでこう、列が成立した時ですね例えば金子さんが、僕に駒を渡してくれて、穴の開いた駒を渡さざるを得ない状態になってきた時ですねもしくは、まあ、金子さんがこの条件をこう見落としていた時に、こういうピースをゲットできると私はここで条件が、成立して、まあ、1列、今回は、まあ、穴の開いた駒が、1列並んだ状態を作ることができました。でこの時に私は、この条件が成立したことをちゃんと認識しているとここでクワルトと、宣言をすることになります。もし私がこう見落としてしまっていて列を組んだにもかかわらずクワルトと宣言しないまま次金子さんにこう駒を渡した場合ですね逆に金子さんが見逃さずに、クワルトと、宣言すると、私はせっかくこう列を組んだにもかかわらず勝利とならず、まあ、クワルトと宣言した金子さんの勝利になります。なのでいかにその条件をこう見落とさずに、はい、列を組んだ時点でクワルトと宣言できるか、うん、これがこのゲームの、まあ、重要なポイントになってきますね、うん、なかなか4つの条件があるこう4目並べのような、すごく複雑なゲームなのでずっとこう目を凝らしながら、うんまあ、条件ができるのを見落とさないようにゲームを進めていく必要があるのでちょっと難しいです。難しいですね、はい。だいぶ神経使いますね。だいぶ神経使う感じのゲームですよね。まあ、物は試しでまず一回やってみましょう。やってみましょうか。やってみましょう。はい。はい。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい。お互いに駒をこう渡し合っていくので、最初駒は持たずにもう周りに置いとく形でスタートしていきます。はい。はい。じゃんけんしましょうか。はい。はい。じゃんけんポン。はい、こうでしょ。じゃあ、ここで、はい、金子さんが、先行になります。はい、ので、まず私から金子さんに駒を渡したいと思います。まあ、最初は、どこに置くか、どれぐらい重要になってくるんでしょう。まあ、ありがとうございます。やってみないと。やってみないと分かんないですね。いきなり背の高い駒でリーチができましたね。全く気づきませんでした。こうなるともう背の高い駒は相手に渡せなくなるのでその後は背の低い駒を渡すかもしくはもう先にこのリーチを塞いでしまうっていう手もありますね、うん、はい。条件をいかにして見落とさないようにゲームを進めていくかがかなり重要なゲームになってきますね。今度はここで四角い駒が今3つ並んでいる状態なのでここで四角い駒を渡すことは避
けなければなりません。よく気づきますね。もう盤上から目を離せないですね。はい、と四角いリーチも塞いでおきたいですね。お互いのこれ性格が出ますね。出ますね。はい、でクアルト、あれ狙い通りです。なんでだ、表面が全て平らになってますね。こちらで、今回僕の勝ちということになります。いや嬉しいですね。さも気づいてるかのような手で今私ゲーム進めてましたけど完全に見落としてましたね。確かに。いやーそうですね、なかなかこの形とか背の高さとか2つ3つぐらいまでは考えられても、うん、4つ同時に考え続けるの難しいですね、うん、なかなか体力使いますね。今これ私自分で並べてても多分気づいてなかったです。いやー難しいですね。いやー楽しいですね。これちょっともう一回やってみましょうよ。やりましょう。はい、はい、では始めましょう。お願いします。お願いします。じゃんけんポン。じゃあ金子さんの先行でゲームを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、最初はね、最初はもうどうでもいい気がしますけど、うん、そか順番も分かんなくなってきますね。そう、そうなんですよね。はい、はい、置いてる盤上ももちろんそうですけど、何の駒が残っているかもすごく重要になってきますね。そうですね、何があるのか。はい、いやー、出すときもなんか緊張しますね。これで組まないか、それが一番のこのゲームの見どころですからね。見どころ、醍醐味ですね。醍醐味です。いやー怖いねこれ。ちょっと待って、これは違う。いや、これは、もう取り返しすかね。これはもう完全にやってしまいましたね。もう一回置いたらもう戻せないですね。一回置いたら戻せないですね。いやー、でもこう置いたがゆえに、そうよね。ちょっと、じゃあ今回だけ特例ですいません。やり直し認めましょう。今完全に白いゴマも黒い駒も並べる状態になってしまったので、こう見落として置いてしまうともう完全にゲームセットの流れでしたね。見落としてましたね。完全に見落としてました。チュートリアルなので今回は特例です。ありがとうございます。はい、ここに置こう。無難にね、無難に。その変な汗出ますね。怖いですねこれ。怖いです、ほんと怖いです。はい、あれ、これはクアルトですね。あ、今背の高い駒が4つ並びました。今完全に白い駒と黒い駒で気を取られて
いやーやっぱ4つって難しいですね。4つ難しいですね。大体 2つか3つぐらいなんです。3つぐらいまで考えられても、いや難しいですねこれ。難しい。でもすごい嬉しいんじゃないですかやっぱ。今すごい達成感に満ちてますね。相手が気づかないところをうまくさせるってすごい。そうですね。あー悔しい。なるほど。ちょっとなんかいいですね今。クワルトになるときすごい今ニヤッとしました私。いやー悔しいってなりましたね。やってやった感がありました。めっちゃ悔しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回ご紹介したお品物は動画概要欄から価格や詳細をご確認いただけますのでぜひチェックしてください。キングダムノート公式 LINE、Twitter、Instagram では商品の入荷情報やお得なセール情報をお届けしています。この動画の高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。